罪と嘘。少しだけ痛いと思いますが、我慢してくださいね。おう、やってくれ。触りますよ。あ、てててててあ、すみません。気にするな。予想してたより少し痛かっただけだ。触診では骨に異常はありません。打撲ですね。打撲か、よかった。肩は打ちどころが悪いと変な壊れ方をするからな。打撲も甘く見てはいけないんですよ。内出血がひどいと血が溜まってパンパンに腫れるんです。きちんと冷やして早く治してあげないと体がかわいそうですよ。特に無理しがちな人は自分の体にも優しくしてあげてください。軍人ってのはどうしても自分には厳しくしてしまうんだよな。それに今は作戦行動中だ。多少の怪我で休むことはできねえよ。確かに任務中は十分な休みを取れないですよね。はい、処置ができました。お大事に。ありがとう。早くしな、フェリックス。後が疲れてるんだよ。なあ、すまん。って、おい、まだですか。急いでくれよな。早くしなさい。お前らどんだけ並んでるんだよ。日頃の健康管理も兼ねて皆さんにはまめに診察を受けるようにと。それはいいことだが、この行列でクラリッサはいつ休むんだ。私はそれほど大変じゃありませんし。自分の体にも優しくって言ったのは誰だったかな。私は平気ですよ。それに忙しい方が今はいいんです。忙しい方がいい？はい。
私が必ず皆さんを助けます。行くわよ。敵発見。俺のカスナギミでついてこい。当たって。了解です。動くな。いずれ向こうで会おう。助かった。やるときはやりますよ。やりました。へえ、やるね。まずい、俺に取られたぞ。見てないよ。行くわよ。ここが俺の死に場所か。見つけたわ。当たって。Yeah.
私の番ね。発見したわ。力で湧いてきた。全然、いや、当たって。力で湧いてきた。行動開始。了解了。撃破。よくやった。負けてられないな。私の番ね。みんなの役に立ちたいの。守備隊は何をやっていた。行きます。行動開始する。私だって。仕留めた。向こうにもあんな奴がいたとは。当てる。
行くか。筋が通らないな。そこだ。敵撃破。敵は強いよ。逃がさないで。行動開始する。当てる。仕留めた。勝ったんですね。よかった。戦闘は終了。私たちは辛くも勝利を手にしました。ですが支援兵の戦いはここからが本番です。負傷した兵士を一人でも多く救う、それが私たちの役目なのだから。クラリッサ、負傷者がいたぞ。はい。そこの藪の向こうだ。俺はここで待ってるから。え、どういうことですか。俺のことは気にせず答えを出してこい。帝国兵？どうして。クラリッサ、クラリッサなのか。そのペンダント、あなたは。僕だよ、クラリッサ。国へ戻ったのではなかったの。戻ることは許されなかった。君のいるガリアとはもう二度と戦いたくなかったのに。喋らないで。手当てをします。彼が僕のペンダントを見て君を呼んでくれたんだ。動かないで。大丈夫、傷は浅いわ。ありがとう、クラリッサ。一緒に逃げよう。傷口が開いてしまうわ。喋らないで。戦場でまた君に会えたなんて運命だよ。このまま二人で。お願い、何も言わないで。クラリッサ、どうして。今逃げたって幸せにはなれないわ。私はいい、どんなに辛くてもいいの。だけど今あなたがガリアの女と逃げて、誰があなたを祝福してくれるというの。クラリッサ、戦争が終わればきっとまた会える。私はあなたが迎えに来ると信じてずっと待ってるから。ここで別れましょう。強くなったね、クラリッサ。応急処置はしました。舞台に戻ったら医師の治療を受けてください。ああ、もう行って。わかった、必ず迎えに行く。待ってる。よく頑張った、クラリッサ。フェリクスさん、私本当は彼と一緒に逃げたかった。でもあいつのためにこの道を選んだんだろう。胸を張るんだ、クラリッサ。この戦争を終わらせるんだ。それまで一緒に戦ってくれな。はい、私戦います。平和になる、その日まで。